カナディアンフットボールはカナダで主に行われているフットボール。カナダにおいてはアイスホッケーやバスケットボールとともに人気スポーツとされる。アメリカ合衆国にアメリカンフットボールのプロリーグとして NFL があるようにカナディアンフットボールのプロリーグとしてカナディアンフットボールリーグがある。CFL は東西ディビジョンに分かれており、両ディビジョンの勝者が戦い。 勝った優勝チームに贈られるのが、グレーカップである。カナディアンフットボールのフィールドフィールドは、両、ゴールラインの間が110ヤード、幅が65ヤード、デッドラインとゴールラインの間が20ヤード、ゴールポストはゴールライン上にある。10ヤード進むのに3ダウンまで許される。いかにも、アメリカンフットボール、カッコ内との主な相違点を列挙する。ありがとうございます。